バスケットボール男子 B2 リーグのベルテックス静岡は来シーズンの B1 リーグ昇格に必要なライセンスの申請を断念したと発表しましたベルテックス静岡の松永幸太社長はきのう会見を開き B1 ライセンスの取得に必要な本拠地の確保ができず来シーズンのライセンス獲得を見送ることを明らかにしました B1 ライセンスを取得するためには5000人以上収容できるアリーナの確保が求められますが現在本拠地にしている静岡市中央体育館は3000人が限度となっていてホームタウンの静岡市には条件を満たすアリーナが存在しませんチームは JR 東静岡駅前の新たなアリーナ構想について静岡市と話し合いを続けてきましたが 申請の期限までに着工時期などについてまとめられなかったと説明しています今シーズンから B2 リーグを戦うベルテックス静岡は現在西地区で10勝9敗の5位と検討しています